年生の中での関口選手を表す漢字教えてください。はい、こちらになります。仏ですね。僕は結構なんか気持ちの上げ下げがそんなに、まあ、あんまり見せてないというか、まあ、そんな感じで、まあ、結構まあいろいろいじられたりとか、まあ、そういうのあっても、まあ、なんかあんまり怒ったりとかしないんで、なんか仏みたいとか言われることもあったりしてたので、まあ、そういう学年の中でも、まあ、ムードメーカー的な感じで言われることもあったりするので、まあ、それで、まあ、こんな感じがいいんじゃないかなというふうに思って、まあ、この仏という漢字を使ってまいりました。そうですね、まあ、みんな、まあまあ、ものすごく向上心があって、まあまあ、みんなで、まあ、本当に切磋琢磨していくような学年かなというふうに思ってて、まあ、その中でもやっぱり今活躍している選手たちっていうのはもう自分が何すべきかをしっかり分かった上で、それを、まあ、当たり前のことを言わば当たり前に本当にやり続けてきた、まあ、みんなが活躍しているんだなというふうに思っています。長谷選手、まあ、正直言っちゃうとみんなになっちゃうのはそうなんですけど、まあまあ、中倉が結構プライベートの中でいい、仲がいいので、まあ、個人的に勝手にライバルしてます。ハイテクハーフマラソン、日本人学生最速で優勝されたということで、これはどんな意気込みで臨んだんですか？まあ、箱根駅伝は結構、まあ、復路で、まあ、結構大差つけて、まあ、優勝できて、まあ、正直まあ自分としても結構報われた思いもありつつも、箱根駅伝は走れなかった、まあ、悔しさもまあありましたし、その思いをまあ正直口だけじゃなくて、まあ、ちゃんとまあ走りでも示せたらなっていうふうな思いで走ってましたね。ではそして今年の箱根駅伝エントリー発表されて、まあ、エントリーにはならなかったわけですが、今率直にどんなお気持ちですか？そうですね、まあ、今年まあかなり、まあ、ハイテクハーフマラソン終わってからというのも結構故障が多くて、まあ、あまり走れない期間長かった中で、夏合宿以降から全日本大学駅伝ぐらいの時期まではかなり練習がまあ順調にできていたんですけど、まあ、その後またまあ故障があって、正直自分の中ではまあ心づもりはまあ入らないなっていう心づもりはできていたので、まあ、やりきった感じもまあ十分あるんですけど、まあ、正直最後の箱根駅伝走れなかった悔しさっていうのももちろんあるので、まあ、今後まあ、卒業後も競技は続けさせていただく予定なので、まあ、そちらで頑張りたいという、まあ、気持ちというかモチベーションに、まあ、つなげたいなと思っています。では最後に今見ている駅伝ファンに向けてメッセージをお願いします。そうですね、今4年間こうやって青山学院で走れて、まあ、ものすごく、まあ、幸せでしたし、本当にたくさんの応援いただいているっていうふうな、まあ、ありがたみとか感謝とかっていうのはものすごく感じたので、まあ、それをまずこの場で伝えさせていただきたくて、まあ、今後も実業団で競技続けていこうと思っているので、まあ、そちらでも、まあ、ぜひよろしく、まあ、応援お願いしたいなと思います。ピース大作戦。